昼の支度ができたからおじさんを呼んでおくれ。おじさん、ここからじゃとっても聞こえないよ。私呼んでくるわ。早くこのカンサスに慣れてくれればいいけどね。気をつけなさい、そこは。何？よく聞こえないわ。足元に気を。大丈夫か、ドロシー。え、大丈夫よ。でも何この穴。プレーリードッグだよ。プレーリードッグですって？ここら辺りはプレーリードッグの掘った穴でいっぱいなのさ。この穴に馬や牛が足を突っ込んだら。私のように。いや、お前は運が良かった。普通は足が折れちまう。うん、痛めたのか足を。うん、こんなのなんでもないわ。ちょっとお待ち。さあ、いいかい。たてがみをしっかり掴んでるんだよ。ねえ、おじさんとおばさんはどうしてこんな寂しいところに住んだの？土地を安く手に入れるにはこの辺りしかなかったんだよ。でも畑の作物あまり元気がないわね。今に立派な野菜や穀物が取れるようになるさ。え、そうね。きっとそうなるわ。どうしたの、おじさん。雲だよ。雲？関東で竜巻があったぞ。かなり遠くだがね。まあ、カンサスってどうして竜巻が多いんでしょうね。わからん。うん。ドロシー、いいかい。たとえ竜巻が来ても、この地下室に入っていれば安心だからな。どこの家でもこういう地下室があるの？ここでは屋根裏部屋のないような家でも、竜巻蔵だけは必ずある。でも、そんなものは使いたくないもんだわ。まったくだ。なんだか曇ってきたみたいね。一雨来てもらいたいな。土地がすっかり乾ききっている。遊び相手がいるといいのにね。退屈じゃないかい。お隣と5キロも離れているんですってね。私たちはあんたが来てくれて喜んでいるんだけど、ドロシー、あんたには少し気の毒だったわね。うん、そんなことないわ。おじさんもおばさんも優しく、私はとっても幸せ。そう言ってくれると本当に嬉しいわ。初めてにしてはなかなか手つきがいいわ。あんまりお乳が出てこない。それは仕方ないよ。初めからそううまくはいかないわ。その調子よ。続けて続けて。よっしゃよっしゃ。明日もやるわ。毎日やればだんだん上手になるよ。おじさんが帰ってきたわ。
産を持ってきたぞ。まあ、どんなお土産かしら。今日はジョンソンさんの家へ行ったんだよ。お土産なんか買う時間はないはずだけど。どうだだ、帰りなさい。ただいま。ちょっと待ってて、よいしょ。ほら、トトだよ、ドロシー。トト？おかしな名前。まあ、顔も相当だもんね。ほら。あの犬は？ジョンソンさんのところでもらったんだ。あんなのが3匹もいてな、みなしごの女の子を引き取ったと話したら、1匹分けてくれた。トト、トト、私はドロシーって言うのよ。仲良くしましょうね。怖がらなくてもいいのよ。これから仲良くしましょうね。新しいお前の家を見せてあげるわ。早く慣れてくれればいいけど。そうだな。トドにはさっきちゃんと食べさせてあるから。あ、はい。ヘンリ街へ出るのは本当に久しぶりだわ。どう、こんな具合で。とっても素敵、よく似合うわ。そうかね。女王様みたい。驚いた、あんたお世辞がうまいのね。日が暮れちまわなければいいが。おやおや、これは貴婦人様のお出ましだ。おじさんだって。いやだ、おやったりして。さあ早く乗った乗った。はいはい。あ、棚にパイが入っているから後で食べるといいよ。はい、行ってらっしゃい。それじゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。あの子も一緒に連れてきた方が良かったかしらね。今日はそうも行くまい。それにドロシーが一人で留守番をするって言ったんだから。ええ。でも本当に良かったな、あの子を引き取って。ええ。どうやらドロシーは私の生きがいになったようだ。私だってそうですよ。贅沢をさせてあげたのよ。
この辺りが一面のトウモロコシ畑になるんですって。でもあと何年かかるかしら。5年10年私も一生懸命手伝わなくちゃね。クモだよ。トト帰りましょう。竜巻だ。これは近いわ。エム、引っ返そう。しっかり捕まってろ。
てるだけで何にもしないなんて、なんて人たち。次回、黄色い道、お楽しみにね。